4レースの一般戦、体型インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1番近藤立ち遅れました。ダッシュ勢3人好発進、 2,3 コースもまずまずの踏み込み、どうにか伸び返して先手を打っていく1番の近藤、少し船が浮き上がった石川、攻めていったのは4番宇都に5番の佐藤、空いた懐からは平川、さらには最内3番佐木も加わって4艇5艇一塊、どうにか1番近藤先頭の座はキープか。スタート前提正常、2番手争い内側に切り返す佐木俊人、外には5番の佐藤京子がつける、2マーク握って佐藤、どうにか小回りでこらえる3番佐木俊人、3番佐木がわずかにセンターコース、3番2番手は優勢、5番佐藤現状3番手、背後からは宇都と平川が追いかける格好です。この間にリードを広げました1番の近藤、2番手もう一遍合わせに行く5番の佐藤、空振り、3番の佐木2番手キープ、大きく外ぶん回っていった6番の平川香織、3番手からさあ2番手追いかけようという足、わずかながら2番3番佐木、体勢有利も女子2人、佐藤が内から外から平川、追いかける格好で2マークの旋回、2番手こらえる佐木俊人、少し挙動を乱している平川、内を差し込んでくる佐藤京子、女子2人は3番手争い、締める平川、3番手は大勢有利、佐藤京子現状4番手、136の体型で最後の1マークです。どうにか先頭の座はキープ、1番の近藤、佐木俊人2番手、3番手は平川、先手打つ差し狙う佐藤は少し船が浮き上がって届かず、3、4番手はさらに定冠広がってきました。6番平川、3番手その座をがっちりと固めにかかります。うっぷんばらしの陰線、今節初勝利も目の前は近藤智貴、先と本番も展示同様の5対1、野田と日高で人気分け合います。8レースの一般戦、体型インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4コースから外3人好発進、日高、足立、そして平川香織、さあ平川どうか、6コースから出ていくか、先攻めは日高いつこ、そこはさすがの底力、真ん中割ってくる平川香織ではありますが届かず、ようやくここに来て今節初白星が目の前です。日高いつこ先頭、スタート前提正常、その後ろ2番手平川の懐から野田翔子現れて隅ひとみも参戦、2番手争い外切符よく握って回る平川が蹴りをつけに行く、内側くるりと野田翔子、さあ野田と平川、若手女子同士の争いは内側野田捉える、平川踏ん張るかどうか、焦点はこの2人の 2,3 番手争い、半歩優勢内側から野田翔子2周1マーク、2番手は主導権を握ります。平川はどうか、内をつきますが少し出口でへさきが浮き上がって 2,3 番手は定冠開いてきました。その差2点進ほど、野田翔子2番手、平川香里3番手、4双子の上位体系、2周2マーク、日高から直線コースに戻る、おっと、なんとなんと平川振り込んでしまった、ローせずして3番の隅ひとみが3番手に上がります。なんとなんと平川はずるずると最後方まで交代、4ふた3と体型変わって最後の1マークへと向かいます。さすがの自力発揮は日高いつこ先頭、その後ろ野田翔子2番手、隅ひとみ3番手、プレッシャーかける足立は空振り、平川この時無念の最高峰といったところです。ようやくの今節初勝利が目の前は4番の日高いつこ、ラストターンマークトップで迎えます。その後ろ2番野田翔子、2番手確保、隅ひとみ3番手、4番2番3番20
勝は過去6回優勝と断然の実績を持っています。3号艇ブス島誠が3コース。今年は地元桐生の正月レーサー準パーフェクト優勝。ここは本体整備を施しています。4コースは4号艇ウリュウマ選手。今季はまだ優勝こそありませんが、変わらず8点近いハイアベレージマークしています。5コースは5号艇菊池光平です。前節浜名湖の地区戦で初の東海チャンプに輝きましたピストンリン交換です。6コースは6号艇茅原優希。筒井賞は2015年に劇的な大逆転優勝も飾っています。角は4コース4号艇ウリュウで3対3です。今回は都の勝率ナンバーワンエンジンを引きました1号艇井口を処理人気の中心です。第12レース筒井ドリーム戦、インコースから1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇井口、2、3コースは2号艇松井と3号艇ブス島が好スタート。逃げ体勢は1号艇井口まくる、3号艇ブス島まくるか。切り込んできたのは4号艇ウリュウに、内側から5号艇の菊池が続く。まくった3号艇ブス島、内側から迫ってくる4号艇ウリュウ、閉鎖機がかかってくる。内4号艇ウリュウがねじ込んできた。外は3号艇ブス島、スタートは正常です。2マーク内側から4号艇ウリュウが先制。5号艇の菊池が切り返すが、3号艇ブス島打ちをつけますが、先頭4号艇ウリュウマ選手、2番手から3号艇ブス島のこと、3番手5号艇菊池、あとは2号艇松井が差がなく、1号艇井口が続きます。2周目に入っています。3番手の水ですが、内側から上がってくる5号艇菊池が先回っていくか、2号艇松井、そして1号艇井口も3番手5号艇菊池が先回る、切り込もうとしたんですが2号艇松井は届かず、3番手5号艇菊池が2点四半リード。現在上位は4番3番5番の順、レーサー2周にマーク。先頭で回っていく4号艇ウリウマ選手、切り込んでくる3号艇ブス島2番手、3番手から5号艇菊池光平、内をつく2号艇松井4番手です。上位体系は4番3番5番、内側から4番手2号艇松井、1号艇井口が5番手、6号艇川原ついて最終周回です。三周1マーク、4号艇ウリュウと3号艇ブス島クリア。3番手5号艇菊池がここは V が待っていた。内をつく2号艇松井4番手、依然上位体系は4番3番5番の順となっています。3連単4、3、5の後輩等でオーツの方は 692.3 倍となっています。最終ターンマーク4号艇ウリュウクリア、2番手3号艇ブス島、3番手5号艇菊池、4番3番5番4、3、5の体系、先頭4番ウリュウ正義5輪、2番手3番ブス島5輪。